クリスタルが語る時の記憶。死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。起動成功。まさか何か見えたのか？うん、ちょっとぼーっとしてた。そうか、じゃあ行くぞ。うん、変わっても自然は変わらない。都市の多くが荒廃した国運だが、緑は失われていなかった。サンレス水郷、かつての環境保全エリア。ファルシという管理者を失ったこの地には、今や混沌たる生態系が築かれていた。しかしこの芳醇の地で今、破滅の種が静かに芽吹きつつあった。再会は残酷だ。巡り会えた喜びの陰で不安が芽生える。また再び別れることにならないかと恐れるようになる。それでも再会を望まずにはいられないのは、見えない未来よりも幸せな過去を望む人の弱さだろうか。この世の終わりってこんな感じかな。あれが世界を滅ぼすの？クッ
不明。ただここで世界が終わってたら俺は未来に生まれてない。必ず解決する方法があるはずだ。どうした？壊れた眉の娘らは時に歪んだ魔物の生贄になり、柱はやがて死の砂となり、眉は大地に落ちる。おい、セラ、セラ。見えたのか。時読み、セラにもあいつと同じ力が。獣だな。セラ！スノー！スノーなんでしょ？ねえ、スノー！セラ！俺、夢見てんのか？夢でもいいや！あんたは逃げろ。そうもいかねえ。セラが見てるんでな。じゃあ守れよ。
ぶよしやがって。畳みかける。来い。了解。いっけ。しっかり味わえよ。セラ、撃て。任せて。お願い。よし。太い野郎だ。今のうち。ああ、この隙に突っ込んで。絶対勝てる相手じゃない。あっちだ、走れ。ほら、スノー、逃げるぞ。おい、おい、スノー。忠告、引くことを知らない奴は長生きできないぞ。引くに引けない大事な時ってのもあるだろう。へりくつ言うな。人はそんなに丈夫じゃない。簡単に死ぬんだ。たまたま人より頑丈なんでな。ともかく助けてくれてありがとな。名前は？ここあ、ノエルだよ。で、彼がスノー、婚約してるんだ。保留中だけどな。意外、ここまで無茶なやつとは思わなかった。しかも未来に来てるなんてな。そりゃこっちのセリフだ。どうしてセラがここにいる？それは、お姉ちゃん、素直にまた会えたの。相変わらず無茶ばっかりで、人の気も知らないで。会えない間、心配していた私がなんだかバカみたい。